今回は運命が好転し人生がうまくいくの第326回で秋田県のおすすめということで赤上神社を取り上げます。なおこの赤上神社は赤上神社御社堂としてよく知られています。それでは本題に入る前にこのチャンネルでは皆さんの人生を明るく楽しくする動画を送りますのでチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それで赤上神社ですが、この神社は秋田県男鹿市船川湊本山門前荒井川というところにあります。いやー、ここはすごいですね。切りつけてきます。生半可な覚悟で行くと大変なことになります。境内には変なものの残骸も見えます。とは言っても観光で行くのは全然問題ないのでご安心ください。なおこの赤上神社は男鹿の生ハゲのゆかりの地だそうです。御祭神は赤上大権現様です。それと公式でもないしそう意識している人もいませんけど、生ハゲが赤上神社を守っているので生ハゲも御祭神です。というか赤上大権現様イコール生ハゲです。もちろんこれも非公式ですけど、ご利益は怠け者を働き者に変える、家に福をもたらす、五穀豊穣、無病息災、薬災除けとなっています。それではまず最初に赤上神社のご利益のエネルギーです。終わりました。次は御祭神のご利益のエネルギーです。
終わりました。次は境内にある御手洗の池のご利益のエネルギーです。終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。